こんにちは。僕は怪獣防災科学調査所、通称スキップの新人調査員、木瀬優馬。今日は特別にウルトラマンアークの変身の秘密をこっそり教えるよ。まずは一度やってみるから、よーく見ててね。変身ポーズ分かったかな？ここからはポーズをかっこよく決めるコツを伝授するよ。変身するときに使う重要なアイテムがこのアークキューブ。力を込めてボタンを押そう。アークキューブを起動したら腕を前にクロスして想像力を解き放とう。このとき胸の中にしっかりと想像力を溜め込んで解放しよう。そしてキューブの力を解放するのがこのアークアライザー。キューブをアークアライザーにセット。パーツを回転させて絵柄を揃えよう。さあ胸の前にアークアライザーを掲げよう。みんな、かっこよく変身できたかな？ウルトラマンアークは7月6日土曜朝9時から放送スタート。みんな、見てね！バンダイ公式 YouTube チャンネルのバンマニでは、今後もウルトラマンアークのアイテムをいっぱい紹介するので、ぜひチェックしてみてね！